夜肉食べて朝は、ツナ缶っていうのですね。なんかツナ缶食べやすいんで、はい、朝から肉とかまあ別に食べれるんですけど、あの時間かかるんでツナ缶結構すぐ食べれるんでツナ缶。中間はあれですね、こう昔の20代30代40代の前半まであの外回りの肉体労働してた時の名残で、腐らないので外に持ち歩くときにすごい便利ですよね、うん、なのでツナ缶をすごい昔はよく食べてたんですけど、そのなんかもう習慣になっちゃってますね、ツナ缶が。昔はこうコンビニとか行ってもあんまり減量に減量中に食べていいようなね、あのタンパク源ってなかったんですよ。今はサラダチキンとかいつでもどこのコンビニ行ってもありますけど、なんで僕らのこう若い頃の、減量中のタンパク源の、外で食べれるものっていうとツナ缶が代表的な原料食ですよね。大体一缶で、これだとタンパク質は 12g、 2個で24、大体卵3つだと20g なんで、まあ、1食でこれで 40g、45g ぐらいから 45g ぐらいのタンパク質とかですね。今日夜食事とりますけど、昨日の夜も同じように、仕事から帰ってきて12時半ぐらいに、あ、12時ぐらいですか、食事とってて、今5時半なんで、まだ5時間半なんで、まあ、そんなにすごいお腹空いてるわけでもないですね、今。今日ジム仕事は、9時から6時半ぐらいの間に行くんで、今5時半ですけど、こんな早く食べる理由は、食べてまたちょっと一回寝る、二度寝したいっていうだけですね。そのためにこんな早く動いて食べてます。なんか食べたら、なんか横になる、休むっていうのは僕昔から習慣になっちゃってて、あ、違うんですよ、適当ですね、はい、なかったんですかね。
なんかツナ缶って味がないと思ってる方多いですけど、すごいしっかり味ついてますよね。これ野菜スープって言って、大体いつも大体他のメーカーもですけど、野菜の野菜エキスっていうので味付けして、結構濃いですね。時々あれですよね、本当の水に塩分が全く入ってないのもありますけど、それはもうやっぱり、もう全く味がない、純粋にこうマグロの身だけの感じなんで、まず食べないですよそういうのは。これあのマグロのツナ缶なんですけど、味付けの甘い醤油で煮込んだやつですね。これもノンオイルなんですよね。ちょっとカロリー高めですけど、砂糖が入ってますけどね。時々これを食べます。いただきます。これすごい甘いですよ、うん、昔からありますよね。なんかちっちゃい頃炊き込みご飯とかによく入れてましたね。食べてらしたように思いますけど、量は1個しかなかったんで、そうかね。その辺は臨機応変に。そうですね。これタンパク質13.7ぐらいかな、20、35ぐらいか、これで。まあ35とか40とかそんなもん全然いいでしょ。
品、最近あるしね、これ前にもあげた胸肉のユッケとこれを結構なんか日によって変える交互にしたりとか、まあ、適当ですけど、まあ、そんな感じで食べてます。いつも通り朝食です。食塩無添加、間違って買っちゃった。あの味がしないってことですか。うん、ほぼしないですね。平田さんもう何年食べ続けてるんですか。つながんすか。初めてツナ缶食べるようになったのは18ぐらいかな。28年ですか。どんだけ食べたんですかね、今までツナ缶。これあのよくおっしゃってるのが、なんか噛まなくていいからって言いますよね。うん、はい。なんか朝本当食べやすいですよね。最近あんまツナ缶食べる人少ないですかね。結構僕のこの動画見てから食べ出したっていう方がよく聞くんですけど、もともと食べてた人はあんまりいないかもしれないですね。ツナ缶、あのなかなかそのままこういうタンパク源でそのまま食べる人はあんまりいないんじゃない。なんかあの食材の一つとして、あでも一般の人はそうかもしれないけど、そうですね、この業界の人っていないですかね、あんまり。あ、聞かないですね。加藤君なんかちくわ食うんですよね。なんすかね、やっぱり外の仕事してた時代に持ち運びが便利だし、今はねコンビニ行けば
どこでも買えますけど、サラダチキンとか。昔はやっぱりなかったです。なかったですからね。ツナ缶が一番便利でしたね。昨日あの審査員をされてた内野充選手が、はい、最近のこの仕上がりが良くなってきた理由の一つとして、うん、水道水を飲まなくなったことを挙げてた、うん、今日もツナ缶と卵です。これなんか久しぶりな感じしますね。 なんかあの取り始めたのは、2020年の7月なんですよね、うんうん、で大会関係なかったですけど、なんかこんなご飯じゃなかったし、うん、そうですね。でも今年はツナ缶もあんま食べてないですね。ああ、そうなんですか、うん。紹介した胸肉のユッケとかが多いですね、朝は。今日も日曜日ですけど、最近もうチートっぽいのあんましてないんで、うん、はい。食べなくてもっていう。なんすかね。食べたいんですけどね。あ、そうなんですか。うん。食べたいんですけど、まあいいかみたいな。うん。うん、何食いたいって今一番食いたいのがポテトチップスとか。ああ。食べもあの食事じゃなくてなんか菓子とか食いたいですね。はい。はいはい、洋菓子はあれですけど、ポテトチップスとか食べたいですね。うん、一回封を開けるとやばいやつです。うん、気がついたら一袋なくなってた。絶対止まらないですよね。木澤さんは杉中君最後にいつ見ましたか？君の一昨日ぐらい。ああ、大丈夫でしたか？うん。なんか昨日のお昼の松尾選手の話では、うん、完全に弾けたって言ってましたけど。あ、そうなんですか。うん、いや、でももうなんかカラーリングしながら、はい、まあ、今日愛知のオーバーオールの大会なんですけど、はい、今から、はい、あのまだジュニアの大会があるじゃないですか。はい、ちょっとどうしようかなってうちの嫁に言ってたらしいですね。ちょっとどうしようかなっていうのは今日で終わりにするってことですか？松尾選手の話では、うん、今日はもうどうしようもないから、うん、とりあえず出て、うん、もう一回やり直してジュニアっていうふうに言ってましたけど。あ、食べちゃったってことですか？もう完全になんか若いとしょうがないよねって松尾選手は言ってましたけど。そうなんですね。いや、僕には行ってこないんで。ああ。僕には行ってないんで、どうなんですかね。だから松尾選手がどういう状態のところを見たのかわかんないですけど、松尾選手の話では、なんかもう完全にパンパンだっていう。いただきます。昨日の夜は髪型が決まらないということで帽子を探してましたけど、うん、今朝これは今起きたてですけど大丈夫だと。なんか
全然大丈夫ですけど、僕的には帽子かぶってたんで、昨日夜あれでぺったりしてるんで大丈夫です。あ、昨日夜、あの珍しく早く帰宅した関係で、うん、食事まで時間があったんで、先にお風呂入られたんですよね。あ、そうですね。いつも通りのツナ缶で、いただきます以前のオフの朝っていうのは、オフ？あ、オフじゃない。あの大会前。うん。ツナ缶2個。はい。納豆。全卵とか。はい。久しぶりです。朝定番の卵ツナ缶納豆です。もうずっとオフから変わってませんね。今日は土曜日なんで、ね、仕事です。あったかい朝の5時です。